はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はブレインマッスル高校投手でやっていきたいと思います。じゃあデッキの方を見ていきましょう。今回はですね、野球マン2号みずきちゃんを使っていきます。で、野球マン2号のテーブルから確認していきますと、やる気コカップ 75% に、技術ボーナス、得意練習率アップでタックは 100% なので、通常のみずきちゃんのテーブルと比べるともうこれ完全に上位互換ですよね。で、コツの方見ていきますと、普通のみずきちゃんはクロスファイヤー1本だけだったんですけれども、ポーカーフェイスと対強打者追加されています。まあ、ちょっとねポーカーフェイスがどうかなっていうところはあるんですけれども、まあ、コツもね、3つなので全然潰せると思います。で、金徳の方も変わってまして、通常のみずきちゃんは折り辺クレッセントムーンだったんですけれども、野球マン2号は、クロスキャノンですね。で、クロスキャノンの、骸骨クロスファイヤーは自身で持ってるので、まあ、かなり使いやすいキャラになってると思います。まあ、折り辺かぶりとかもね、避けることができるし、まあ、もしね、他のキャラクターで金徳を取る場合で、折り辺クレッセントムーンを使いたいときは、まあ、普通のみずきちゃんを入れればいいというところが、ありますので、まあ、使い分けができるっていうところも、いいと思います。で、他のキャラはこんな感じですね。で、彼女キャラはエミリちゃんを連れてきているので、今回街道を狙っていきます。せっかくのブレインマッスルなん で、変化球キャラは、まあ、タッチカワーと、神楽坂くんのプラゴをお借りして、まあ、鳴宮入れて、カオルちゃんを入れてますというところですかね。カオルちゃんは、まあ、プラゴにすることができましたので、プレインマッスルで活躍してくれれば嬉しいですね。じゃあやっていきましょう。早速コツが来ていて、神楽坂くんか、勝ち運とかリリースは潰せないんで、まあ、そこら辺がどうかな。コツ、はい、リリース。まあそんな問題は本当に。あとはね、立川ちゃん怪物球威をくれればバンバン剤なんですけど、あとねミックスで街道と伸びのコツは取りたい。ここはコントロールで評価を上げていきましょう。で、エミリちゃんはまあよっぽどじゃない限りは1回目でちょっと告白をしていきましょう。で、コツ、カオルちゃん勝ち運が潰せるかな。見ていくとリリースすら潰せない。これあれだな。あれ勝ち運どこだっけ。変化球練習してねえから無理だ。変化球ポイントが全くない。さっきな神楽坂くんがね変化球ポイントくれればかなりでかかったけど、精神ポイントをくれましたねと。で、神楽坂くんの脅威の切れ味は、切れ骨って誰が持ってるんだっけ。まあ、自身が持ってるのはあるんですけれども、そこら辺ですね。切れ持ってる。で、カオルちゃんは、まあ、勝ち運根性緩急。今回カオルちゃんのコツはあんまり金徳には絡まないかな。で、街道の骸骨は、伸びなんですけれども立川が持ってる。で、鳴宮が脅威の切れ味持ってるんで、取れるっちゃ取れるんですけれども、ちょっとコツが多いのでどうかなっていうところですね。で、ここは精神2人いるか。みずきちゃんはねやっぱり初期評価低いんで、まあ、意識して上げていきましょう。せっかくねタックの率が高いんで。で、ようやくエミリーちゃんのお出ましか。おお、そうか、ここで変化球ポイントを手に入れることができた。3人いる、いいね。エミリーちゃん守備にいるか。守備でもねやってちょっと敏捷を稼いでおきたい気もするけど、ここに2人か。メンタルに2人は結構いいんだよな。どうするかな。でも、あ、彼女最優先でいくか。やっぱり最優先はね彼女ですよ。で、金徳のイベントですね。これは続けていきましょう。普通によし、変化球ポイントをゲット。ああ、メンタル。
メンタルやってれば神楽坂くんのコツが踏めたね。カオルちゃんの評価を上げていくか、どうしようかな。一人か、体力が微妙だからね。寝よう。後々の練習のために寝る。で、特にエミリーちゃん、マジか。守備練によく来るね。よし、これで2回目。あと1回くらいかな。で、まあ、電池を手に入れて、ひらめき中か。ポーカーフェイスとか取れるな。臨床ポイント使うけど、ちょっともったいないけど、ポーカーフェイスは取っておきましょう。で、一応ミックスの状態を見ておきますか。空気椅子、急速急速急速。あー、これはなんとなく急速系を揃えていきたいな。そうするとスタミナ4対強打者空気椅子。空気椅子をどれだけやるの。空気椅子とかだったらどこでもできるよね。1打席勝負。あ、これ野球マン2号のあれか。で、1打席勝負になってるんですけど、別に勝負は実際にはしないんですよ。勝手に進んでいくんで。で、一応成功失敗があって、今のどっちなのよくわかんないんだけど。あ、エミリーちゃんはもう乗ったか。ってことは評価を上げていきますか。あ、待って待って待って、一応ブレイミックスして、急速系だよね。急速系伸びコツが欲しいんだよね。これでちょっと回してみる。まだ特にね、タッグを組めるとかっていうわけじゃないので、来い。ボールジャグリングが来たか。とりあえずこれはこれでじゃあやっとこう。で、評価を上げつつ、街道ってどうやって取るんだっけ。また後でちょっと確認してみましょう。おお、いいねいいね、結構ポイントが入るね。で、そこからよ。街道コツを見ておきましょう。あ、そっか、切れコツって最悪ムーンサルトで取れるのか。まあ、それの結構大変そうだけどね。街道、あ、急速、コントロール、変化球か。まあ、今の状況、急速を潰しちゃうのか、1人。どうするかな。狙いに行く、3個しかないのか。3個しかないのはちょっと無理だよね。無理だわ。いや、いずれにせよまだちょっとあれだな、電池が足りんな。電池が。対強打者はちょっと潰しておきましょう。強打者カチュウももう忘れずに、逃げ球も1で取っちゃっていいよね。で、リリースも取ろう。よし、だいぶポイントが減ったけど、ここで水木ちゃんコツはくれない。筋力、まあ、変化球とか覚えてないからね。お疲れでいきましょう。体力回復ありがたい。で、タイピンもくれる。タイピンはちょっと1で潰すのは無理なんで、エミリーちゃんが急速にいるね。どうしようかな。コツなんだよね、怪我率 1% だったら。まあ、いっかな。 1% はね、確か俺まだ怪我したことないと思います。2% はある。 2% でぐきったことあるからね。10月の3週か。なんかどうしようかな。いいような、まだ早い気もするけど、告白しよう。確実に行こう、確実に。よし、体力を回復してくれた。で、神楽坂くんの筋トクですね、共感していきましょう。公園で練習してるっていうところがね、またあれだよね。庶民的な感じがするんだけど。コツが2人、野球マン、立川は乗ってるか。監督もいるしな。ここは水木ちゃんでいきましょう。若干守備練が今回多い気がするけど、まあ、それはそれでしょうがない。敏捷ポイントの
特能を潰していけばいいだけなんで。で、ナルミヤの金徳ですね。ナルミヤもちょっと久しぶりだからな。これ別に選択肢なかったよね。やる気下がるんか。ブレインマッスルでちょっとやる気を下げてくるのはあれだな。体力がない、体力がないからしょうがないんだけど、ミックスを見ておくか。そろそろ溜まりつつあるね。まあ一回変化したので、伸び骨、あ、急速球速変化球変化球。エミリーちゃんがね、やっぱりね、野手のね練習も出てくるっていうところがね、リリース骨はもう取ってあるからな。急速球速変化球変化球を固めておいて、何か発動してくれればカーリングが早速発動したよ。ここで肩とかがね来ちゃうからね。彼女キャラがなんかこううまく投手の練習になってる時に揃えたいよね。これは多分ミックスしようとするとかなりの電池を消耗する恐れがあるんで、どうしようかな。食べよう。どうだ、うまーい。よしよしよし。一応あれは成功失敗があるんで、評価が高ければ高いほど成功しやすいみたいですね。まあ、確率的なものはどうなのかよくわかんないですけど、あんまり使ったことないんで。カオルちゃんは一緒に練習をしてコツを取っていきましょう。ナルミヤがまだ乗ってなかったね、評価。まあまだ11月だからしょうがないといえばしょうがないんだけど、緩急も潰していきましょう。マッサージどうしようかな。別にいいや。このやめておくよでさ、監督の評価が上がるのがよくわかんねえんだけど。でバスケをしつつ、まあここら辺は普通にトレーニングしつつ、潰せるものを潰していきましょう。緩急取る、牽制とかも取れるね。脅威の切れ味ってどんくらい必要なんだっけ、敏捷ポイント。まあ、このあとまた守備練やるかって言われたらそこはちょっと分かんないからね。あ、そうそうそう。でちょっと教えてもらったのが、敏捷ポイントがね手に入るやつがあるみたいなんですよ。敏捷ポイントが手に入る、ひらめき的なやつ。あ、これかな、フライングディスク。あ、これもあるね、柔道受け身。ここら辺か。守備系をうまく揃えれば、闘牛とかもあれだねそうか、守備系をうまく揃えればなるのか。ただ今の状況からすると、フライングディスクがいいかね。守備そもそも守備がいねえコントロール固めて、エミリーちゃんか、例によって。いや、ちょっとエミリーちゃん変化球ってことは変化球系で揃えていく。カオルちゃんが、でもな、カオルちゃんじゃねえや、立川か。これ立川を変化球にしたい気もするね。立川乗ってたよね、ちょっと見よう。ここら辺で立川、ついでにエミリーちゃん変化球にいるから、ちょっとこれは揃えていくか。少し消耗しちゃう気がするけど、だったらよ、だったら今回球速系は捨てて変化球をいっぱい揃えて切れコツを取ると、そういう流れでいこう。はい、来たー。でスプーン曲げも発動してる。カオルちゃんスタミナで来てるけど、まあ別にいいでしょう。うん、やっていきましょう。100ポイントだね。まあエミリーちゃんの20ポイントも結構助かる。これはそう、やる気がね下がるんだよね。スプーン曲げ、よし、電池をゲット。シャッフルまであと9ターンあるんでここは大丈夫ですね。でスタミナにカオルちゃんコツが来てる。みずきちゃんは今変化球か。神楽坂くんがいるね、本家がいるんで、これどうしようかな。ダブルタックでどれくらいいくかだよな。今の段階で変化球ポイント45でしょ。
ここに神楽坂くん加えれば、どこまで伸びるか。カオルちゃんのコツもちょっとな、欲しいといえば欲しいんだよね。で、スタミナだから、まあ、いいくらいには上げとくか。ちょっともったいないんで、まあ、スタミナがドバッと上がるかって言われたら別にドバッと上がんないんだけど、ここはこれでいきましょう。あ、それかな、神楽坂くんをな、変化球に揃えてひらめきでキレを狙いに行くっていうのもありだったけどもうやっちゃったからな。今のはちょっと判断が難しいところだったな、俺の中では癖をなくしましょう。体力下がるんか。流体力学講座で、やる気は戻らない、やる気は戻らない。スタミナにまた来てる。 7% 7% ってどう？俺一桁はね、わりかしやってもいいと思うんですよね。まあそりゃ怪我するときは怪我するけどさ。根性は取っていきましょう。一桁か。で、その一桁でまあワンタックだけだったらちょっとスルーする可能性もあるんですけど、今回あのコツが来てるじゃないですか。まあ、タック足すコツはね結構美味しいんで 7% やりましょう。でスタミナはね別に無理して合わせる必要はないんで。おい、変化球44ポイントで、ラブパワー。体力がないんだよね、体力が。まあこれはなんかあったっけ体力上げてくれたっけ。俺もジュースが飲みたい違う、俺もジュースが飲みたいって。ああいいのかいいのか。さてこれでまたクリスマスに向けて練習ができるね。おお、さすがに成功率は高いね、本当に。あとはやっぱりね、キレをなんとかしてゲットしたい。ムーンサルト、変化球、変化球が来てるね、ちょうど。この2人が変化球乗ってくれればいいのか。まあ、ムーンサルト自体はね、1人でいいんですけど、せっかくダブルタックができるんで、どれだけ使う。よーし、いいね、わりかし早い、これはありがたい。そしてラブパワー、いくぜー。体力の減りも少ない。いや、ラブパワー中にね来てくれるといいね。決めろ。おおまあ別に鳴宮くんは確定なんで。ドクター K、よし、キレももう2で掴もう。臨床ポイントはあるんで。で、まあ一応クレッセントムーンって名前で進んでいって、最初の方は特に変わらないんですけれども、イベント内容はこれはこれはメンタルやろう。メンタルは別に揃える必要がない、とはいえ別に変化球にしとく必要もないんだよね。一回ちょっとロックを全員外して、変化球3人か。じゃあメンタルにいそうな人は変えよう。でこれでフライングディスクを、まあ、一応狙っていくか。守備にならないからね、いいや。もうここでタッグを組んじゃいましょう。そうか、カオルちゃんは本家か。いいねいいね。で今のところこう精神がね余ってる感じはしないんですけども、精神がねもし余ってくるとタイピンは1で掴んじゃってもいい気がするけど、そこまでは多分いかないな。エミリーちゃんは精神ポイントくんないんで。あれ、ナルミアとかまだナルミアまだだったか。ここはナルミアと一回練習しておこう。盲点だったの、全然まだだったか。やる気がやる気を下げるのはやめてくれ。ここでやる気が上がってくれればいいんだけど。
中吉か、まあいいや。で、メンタルに来てる神楽坂くんメンタルだからな。これは立川、球速を無理に合わせる必要はないんで、球速から変化球に合わせる必要はないんで、キレはもう取ろう。で、脅威の切れ味も取れるんで取ろう。そこからドクターケアもさすがに直取りはきつすぎるんで、変化球をさすがに覚えておくか。ま、今回はちょっとスタンダードにこう、フォーク、カーブ、スライダー、この3球種でいこう。マジ普通のやつで、まあ、なんかね、ちょっと基礎能力が低くなりがちなんで、少し上げとこう、少しよし、これでいいや。適当だけど、じゃあここはコツをもらいに行きましょう。練習、筋力ポイント、これはなんかあったっけ、忘れたな。立川もあ、牽制牽制、まあ、とりあえずコツをつかんで、臨床ポイントどんだけあったっけ。お、これはダメ。よしよしよし、ポイントをゲットしつつ、また立川か。これはちょっとダブルが来れば美味しいんで、揃えていきたいね。ちょっと待ってね。そうすると、あー、変化球変化球、街道はちょっと狙えないな。エミリーちゃんが変化球に来てるけど、ここの2人を変、あ、ここの2人を変化球にしたいから、違う、練習場所が練習場所が、あ、ここかちょっとごっちゃになってきた。だ、これはもうそのままミックスしよう一旦。で、立川ストップさせて、コントロール、あ、神楽坂くんがコントロール来ちゃってんのか。じゃあこれはもう1回ミックスさせて、知恵の輪、とりあえずメンタルコントロールだから、これはこれで止めておこう。神楽坂くん、神楽坂くんマジ来ない。神楽坂くん電池がなくなる、マジで電池がなくなる。これダブルタックのために電池を使う必要あるか。トリプルとかが来た時のために取っておく、 もったいないけどしょうがない。来てくんなかったものはしょうがない。まあ、神楽坂くんはね、プラゴなんで変化球ポイントくれるんで、まあ、それでもよしとしましょう。よし、伸び、おお、いいねいいねいいね。知恵の輪で、コントロール、神楽坂くん、みずきちゃんの本家をどうするかな。電池なんだよな、電池がそんなに多いわけじゃないんで、伸びは3でしょう。3はちょっときつい。牽制を取ろう。そこから他回収できるもの、ちょっと安いやつ回収しよう。直取りできる安いやつ、リリースとかも取ったけどさ、上から行くとちょっと精神ポイントが余ってるわけじゃないんで無理だよね。重い球もな、筋力が余ってるわけじゃないんで、本当に安いやつ系だな。緊急登板もな、結構使うしな。バント封じとか敏捷ポイントがあるから、そしてこう、これは電池のためにこれだけだ投手はね、やっぱりコツの数からしてちょっと厳しいんだよね。奪三振が欲しい。能力アップか。もうブレインマッスルに関してはね、ほんとコツをくださいっていうところですからね。そうだねと、あれ下だっけ、体力回復、なんか体力回復しなかったっけ、忘れたけど。で、またコントロールと変化球か。メンタル、カオルちゃん本家だけど、まあさすがにコツが来てるんで、ここはナルミア奪三振が欲しいかな。奪三振をくれ。ドクター系の直取りはきついんだ、さすがに。
骨脱三振で脱三振もな、できれば5で掴みたいからね。置いておきましょう。ちょっと電池の関係で足りなくなってきたら脱三振は取る方向にしますけど、ね、これは次がバレンタインなんで無理して体力を回復させる必要はないかな。ポイントを取っていきましょう。で、ひらめき中でシャッフルされたんで勝ち運、まあ勝ち運は別にいいとして、エミリーちゃんが変化球に来てんだよな。これちょっと一回止めとくか。変化球で野手系の得意練習になってもちょっとあれなんで、これはじゃあ一回500度参りをやっておきましょう。なので神楽坂くん守備か、どうしよう。神楽坂くん守備か、あーただそうか、500度参りか。でも重々だからね、勝ち馬だってもう掴んであるしね。これミックスしようで変化球きた。 OKOKOK。急速変化球変化球とかにしたいんだけど、だいぶ偏ってるな、コントロールがいないね。でエミリーちゃんのデートがまだ若干進んでないけど、まあ大丈夫かな。練習を見てみましょう。散らばってるね。急速変化球変化球、コントロールだよね。コントロールに合わせる必要もないからな。これはなかなか難しい。美味しい練習もないね。デートしちゃうっていうのもありな気がするけど体力的にちょっともったいない気もする。変化球練習しよう。立川ちゃん教えてください。あーこれは食いましょう。食おうディナーを。でコツスタミナ、ナルミア他揃ってるところはいないんで普通にナルミアのコツをもらっておきましょう。タイピンはもうこれで4か。4だったら取っちゃっていいよね。観察しよう。これは何なの？急速依存なの？あ、試合。リリーフだ。まあ、監督評価はね、結構110いくつ？ 116 とか7とかあるはずなんで。まあ、無理して投げる必要もないんで、お任せしちゃいましょう。で、一応金徳じゃなくて特殊能力を見に行くとタイピン結構重いのは重いんだよね。まあでも読んで掴んで、これ電池が2つ手に入るでしょ。脱三振もな、もう1回ちょっと掴みたいから今のところは置いておこうと。俺は投げ、あれ投げた、投げてなくね。出番がなかったけど、なぜかポイントは結構もらえたな。おお、いいね。よくわからない、何にもしてないけどポイントもらえた。でタックがある。変化球1人、神楽坂君 1%、まあ、守備に2人揃える必要ないからね。ブレイミックスを追ってみると、この2人か、やっぱりこの2人なんだよな。11個か。で、あと何ターン？シャッフルまでは結構長いね。一応これを軸に、チャンスがあったらコントロールを揃えていくか。VR は確かめんどくさいんだっけ？やろうとすると。なんかね、対戦系があるんですよね、本当に。打席勝負の。コントロールにコツが来ている。ただ水木ちゃんは急速で止めておきたい気がする。
まあダブルとかも飽きてるわけではないので、体力がないので、そもそもちょっと待って、あーそっか、メンタルにコツがあるのか。取ってこう、重い球もねまだ取れてはないんで。尻上がり、エミリーデートが進んでないね。これで回復してくれれば、おお、ありがたーい。デートが全然進まないけどありがたーい。これはどうしようかね。結構また散ってるね。変化球、球速、変化球でいっか。これは回復するんだっけ。まあ、うまくいくかうまくいかないかはあるけど。おお、いいねいいねいいね。マジでデート進まないけどいいね。コントロールに2人だけどどうしようかな。この2人か、ちょっと待ってね。急速に変わってくれるかな。ちょっとコントロールになって急速になってコントロールになって急速になればいい。そんなうまくいくか。ビーチバレー打球反応か。いやーちょっと待って、ビーチバレー、とりあえず今回はビーチバレーをやろう。ワンタックだけど、でこれで違う。もう知らんわ本当に。こいつは打球反応取れるかな。結構敏捷ポイント使っちゃってるからね今。打球反応全然足りねえわ。全然足りないんで練習を見つつ、コントロールにいる立川かやっぱり。だから立川をコントロールにして、カオルちゃんが急速になってくれればいい。さっきのパターンか。逆っていうか。あれよ、あ、急速になってで立川。あー、来た、これで完璧だ。悪くない。まあ、4人タックとか5人タックは全然来てないんだけど、コツ的には全然これでいいかな。カイドウはねやっぱりエミリーちゃんだけだと辛いんで、しかもせっかくのプレイマッスルなんで取っておきましょう。まあ、これで体力が削られないっていうところもいいね。まあ、そりゃひらめきだから体力削る。うおー、マジですかい。11。まあ、街道狙いに行ったあれはあるんだけど、ちょっと待ってよ。これはでもやるでしょう。怪我すんなよマジで。誰も来ねえし、ちょっと待って、2個しかねえよ。そう、こういう時に限ってね揃わないんだよね。誰も揃わねえんだけど、ふざけんなよ。もうちょび取っていく。尻上がりでも取ってくればよかったね。まあ、って言っても奪三振ドローもちょっとないんで、電池が。いやー惜しいねこれは。まあ、ただこれだけでもね136入るからね。もう4人来たらどんだけ手に入るのよっていう、そもそも怪我しちゃダメよっていうのがあるけど。いやーなかなか難しい、本当に難しいね。まあ、体力回復のアイテムを持っていくっていうのも全然ありだと思うんですよね、こういう時に。やべえ体力がねーっていうのはもうどうしようもないんで、電池がねーはまだしょうがないけど、やばいな、もう4月が終わりつつある。どうする、
練習次第、うお、練習次第ではデートしようと思ったけど、これを電池2つで神楽坂くんを乗せられるか。やろう、もうこれはでもやるっしょ。全然ダメだわ。うん、まあ、激流下り。まあ、ラブパワー中なんで、技術ポイントはでもこれでだいぶ余裕ができたかな。バント封じはね、普通に直撮りしたんで、でここも落ち着いてもらいましょう。さすがに体力がないんで、メンタルにも特にないんで、これはもうデートですね。でエミリーちゃんはなんだっけ、なんかあったよね、選択肢的なやつが。これなんか変なの飲むんだっけ。もうわからん。ミックスジューチュにしておく。ミックスジューチュに。でこれもう一回やったな、デートだな。で最後のクレッセントムーンが、これなんかさ、すげえボロクソに言われるみたいなこと書いてあったけど、1球投げて来い、取ってくれ、ポス、え？みたいな。先輩ってば使えなーい。翌日。そうか、俺は使えないのか。はあはあはあ、野球マン2号でーす。さっきの溜まってびっくりするほど切れてた。取り消しません。はあはあはあ、なるほどね。ちょっとよくわからんイベントだけど、もうデートしよう。これは体力がない、デートもあんまり進んでない。ただここで2回稼いだから、もう本当にわからん。これは俺の気分でいこう。観覧車だな、やっぱり女の子と乗るのは観覧車。これでまた練習が全員変わって電池が補充されたんで、エミリーちゃん肩とかになってるからね、5個だからね、余分なものも使いたくないんだけどな。ロッククライミングのために電池を使うのはもうさすがにもったいないんで、っていうか技術ポイントがちょっと溢れそうだな。精神が足りないか。技術だけってなんかある、技術だけ使うやつ、技術をやたら使うやつ。低めか、低めは取ろう。じゃあ直撮りしよう。これ重い球、あ、筋力まだな。球速が130しかないからね。でドクター K はもう取ろう。ジャイロボール、筋力か。クロスキャノンも取ろう。あとはこんなもんか。意外にやっぱりね、特殊能力の数が少ないね、野手と比べると。コントロールは技術があるから筋力をね稼ぎたい気もするんだけどな。変化球ちょっと振っておくか。スライダー、違う、スライダー2球種目じゃねえよ。スライダーにして、またフォーク、カーブ、スライダーと覚えていこう。なるみや、あー、変化球いっかじゃん。おい、ここからターン、うおー、サボり癖つきやがった。こっからのターン消費はちょっと鬼教官に直してもらいたい。まあ直んないんだけど。鬼教官、サボり癖を直してくれ。もうしかもさ、変化球に2人来てコツがあってさ、どうするよこれ、どうするよ。やるか。
まあ、とりあえずできた。サボり癖、マジで。なんかで直してほしいけど、なんかで直んないんだよね。5月か、1周使っちゃう、体力ないし、普通にしよう。監督に直してもらうっていうのもね、しかも直んねえし。ここはちょっと断ろう。 OK、 とりあえずポイントはゲット。変化球見て、固まってるわけじゃないんで、いいや、ツインショー。ほんとね、これはね、ストレスになるね。サボらなくまでもストレスになる。もうちょっと早く見破ってくれよ。そしてもう6月に突入してしまったじゃないか。2人。守備連せっかくいるからな。かといってな、8個か。スタミナ、まあ、ここら辺をちょっと止めとく必要もないか。いいや、これで変えちゃおう。ほい。受け身の敏将がここできたか。3人、ナルミアが絡んでるのか。いっか。じゃあまだ残りの2周で何かいいのが来るかもしれないんで、で敏将ポイント稼いでおいて、これで牽制が取れるかな。牽制じゃなくて打球反応の方か。さてそこから、スタミナか。これをやると3周に練習ができるかな。ちょっときつそうだけど、7個、ひらめき中。あー、エミリーちゃんが筋力にいるから、謎のものが発動してんのか。球速全部揃えるのはもう無理だから、これは普通に練習しよう。いや、この体力量はきついな。また敏将手に入れたね。校長室の模様替え、勝手にやっていいのこれ。なんか一応これ、専門家の意見を聞いてるみたいなことは言ってたけど、みずきちゃんありがたい、これはありがたい、マジで。さあ2人か、球速足りてないからね、これはちょっと揃えていこう。でしかもなおかつもう全球速振りを狙ってこう。伸びコツが欲しいから、この8個を使って全球速振りを狙います。はい、とりあえず成宮来た。いいね、いいね。あとは、おお、来た来た。あれ、これさ、どっちが発動すんの。いい方が発動してよ、ほんとに。ま、これでちょっと筋力は稼げるかな。あとはデートよ、デート。巨大樽転がし。よし。でデートをしていきましょう。もうこれはカオルちゃん一応見とく。メンタルじゃないね。これで4回目。で7月中に1回デートすれば大丈夫か。あ、これか、全然成功しないやつね。オーマイガー。で体力が回復して、試合が来てるのか。ああ、そういえば。まだ終わってなかったね。すっかり忘れてたわ。そっか、復活を取らないといけないのか。あれがないんだよ、精神ポイントとか。街道とか、マジでも、とりあえず、まあ、伸びは掴んじゃっていいから。投手はポーカーフェイスがある関係で、置いとかざるを得ないと。復活、精神が足りないか。カオルちゃんの精神練習が来てくれると嬉しいんだけど、特になし。コツあり、ナルミア。技術がすんげえ余ってるけどな、精神が足りないんだよね。これで筋力。
さてさてさて試合ですね。まあ試合は確実に勝ち進んでいきたいんで、まあ初戦はねサクッとでいっていいと思うんだけど、チャンスで打っていこう。あと上げられるものスタミナ C は欲しい。精神がまたなくなる球速が全然足りない。精神がなくなっていく145とか欲しかったけどな。まあいいや。あとはエミリーちゃんと1回デートをして、かつ精神ポイントが欲しいんで、基本的にはずっと精神練習でいいかな。一条ここでカーブか。球速が遅いからね、まあ、合わせようと思えば合わせられるんだけど、ストライクを取られてなかったんで。西野くん足がめちゃくちゃ遅いな矢部くんチャンス三角、おー決めてきた。ちょっと待て待て待て早かったか。矢部くんこれは本塁打、いいね。ナルミヤに変わってるし、おろされたか。まあしょうがない。さて一応カオルちゃん見ていないから、ここはデートをしましょう。人を雇えばいいのにってね、そんな簡単なものじゃないんですよ。あれこれ応援するでいいんだっけちょっと待って、そうだね応援するで大丈夫なので、いきましょう。まあここでね伸び骨も手に入るといえば手に入るんだけど、はいどう少しか。これでやっぱりね1か3っていうのはね、もうこと街道に関してはめちゃくちゃ違うんで。よしカオルちゃんありがとうございます。ここで来てくれたのは本当でかい。で監督が精神ポイントをくれたのも本当でかい。これもチャンスでいいよね。ピッチャーはねさすがにね時間がかかりすぎるんですよね。回答114か。それでも、まあ、技術はねある程度稼いだからいいんですけど、スライダーでまたちょっとフォークだなやっぱり。あとあんまりちょっと今の段階で取りすぎてやべえ取れねえってなるのがあるから、復活とかねそれなりに重いね。復活もやっぱりここら辺のものがね1なのか3なのかっていうのはだいぶポイント差が出てくるんで。大津くんミスト小さすぎだろこいつ。開くか。ちょっと待って、いいとこ投げてくるね。これは大丈夫。これは完全なボール球、カウントは1ボール。9番バッターか大津くん。しょぼい。やべ投げた。これはちょっとスライダーか。これはボールでしょ。お前の一撃にかける。さすがだやべおお1点取られてるし。川北君パワーがあるね。俺のパワーを見ろ意外にいかなかったな。弾道が低いのかな。閉殺とか余計なもん持ちすぎだお前ら。矢部くん、矢部くんね今回大活躍だね。2試合連続ホームランを打っている。これはプロに注目されてもおかしくないんじゃないか。あ、無理だ。すげえな、ヒット13本も打たれてたのか。よし、とりあえず甲子園には行けた。あとはカオルちゃん、カオルちゃんいない。カオルちゃんがいないけどメンタルはやらざるを得ない。メンタルレベル上がってくれ。技術か。カオルちゃんいない。一応見よう。いいね。神楽坂くんか。変化球ポイントじゃなくて精神ポイント5もらえるのか。やろう
コツ、重い球。もう立川失敗してるからな。カイドウ取れるときに取っておこう。もうこれは、あとは投手はほっとく。変化球がいけないか、ちょっと足りない。444にはできないかな。まあ変化球ダブルタックとかがもう1回だけ来てくれれば444にはいけそうだけど、お待たせ。もうおお全然7回まで試合が動かないの。 DB は全然いいです。ちょ待って、振ってしまった。これも入れてこないね。このチャンスをものにしたい。こうか、これ打つ。どうだ、よしよしよし。宮田君パワーはある。どうだ、すげえ猛攻撃だな。そしてここチャンスの男、やべ。ユーバニカウントか。そして俺ミオンしょぼい。よしよしよし、よく抑えてくれた。まあ実績点ゼロであればそれなりにポイントはもらえますね。あ、変化球来てるね。精神がな、これマジでな、足りないな。エミリーちゃん精神くんないっていうところがな。立川重い球はさすがに取っておくか。もったいないからね、重い球が来たら。筋力、復活用の筋力で92。変化球やって、変化球が余る可能性があるからね、最悪。よし、ここも打っていきましょう。打って出ましょう。で最後にカオルちゃんが来てくれるとめちゃくちゃ嬉しいけど、カーブでしょ。あ、これはまあ大丈夫そうだな。ちょっと変化球ポイントが無駄になりそうな気もするけど、そこはなんか変化球をちょいちょい使う特殊能力が取れればいいんですけどね。川北くんはねパワーがある。あ、待って待って、ツーシーム、おー走ってきたか。根岸くんも悪くない。足が遅いけど、そんなの関係ない。今一歩伸びないな。で宮田くんも C あるのか。おー、スライダーでもなんとか。ヒットに持ってけたな。意外にパワーはあるね。みんなミートとかめっちゃ低いけど、ほらパワーで持ってく。あとはこのまま何事もなく終わってくれ。よし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 、ありがとうございますと。最後にカオルちゃん、マジで最後にカオルちゃん、いなーい。もうメンタルやろう。さて決勝はね、ここなんだよね本当に。大西くんが打ちづらいっていう。しかし大西くんを崩さなければ勝ちはない。取れるときに復活を取っておこう。もう、コントロールも上げらんねえしな、スタミナも上げらんねえしな。技術だけちょっと余ってるね。技術余りか、まあ、タックがそういう感じだったからね今回。内角もね、手応えとか変化球すんげえ使うんだなこれ。でもまあエピローグポイントでちょっとスライダーを上げたいんで、まずはアンドロメダに勝つ。全国の頂点、ブレインマス根岸くんのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、どうかこいつも回答持ちか。第2球投げた、直球ストレート。全然ダメだ。投球は3球目、投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライク。
次が4球目投げました。ストライク。これは無理だよ。肩越しにランナー見た。いや早い。マジで早い。取られたか。いや終わったかそのまんま。まあ、ブレインマッスルだからしょうがないよね。精神ポイントが足りない。あれドラフトはどう？うわ3位かスカウトとかな全然しょぼかったんだな。まあ復活とかがあるんでこれ先発でいきましょう。ちょっとスタミナが C しかないけどね。まあ、復活があればでも大丈夫か。エミリーちゃんは何なのこれ。日本に留学に来てんの。ちょっとよくわからん。定住してる感じではないよね。いつ帰るのみたいなこと言ってたから。まあ6500と。でどこまで上げられる。まあ、せっかく街道持ってるんだけどさやっぱ急速伸びないよね。街道にめちゃくちゃ筋力使われるからね、まあ、145にはしておきますか。まあ、街道取るんだったらな、ほんと、他の何かを捨てないと無理だね。せっかくの街道が生きない。150くらいまではね、持ってきたいけど、もうどうせ上げられて2でしょう、あと。だったらよ、だったら。超スローボールでそうか、技術ポイントを使うっていうのもありだけど、ツーシームにしとくか。もう完全に筋力がなくなったから打たれ強さ1個取って、そうかポーカーフェイスだったら投手の方がいいと。で技術だけがやっぱりやったら余ってんな。弾道上げとこう。総力が D になったよし、こんなもんですかね。というところでやっぱね街道を取りに行こうとするとちょっと厳しい感じになりますね。で、まあ、今回はね、タック、3人タックってできたっけ確かにね、まあ、来たは来たんですけど、電池の少なさでチャンスを逃してしまったところもあるので、まあ、とりあえずこんなところですね。で、野球マン2号に関しては、まあ、全然いいキャラだと思います。まあ、クレッセントムーンでね、ちょっと2回ほど体力削られるっていうのはあるんですけども、3回目のね、マイナス40がなくなってるんで、そこもかなりでかいと思います。というところでね、本当に、野球マン2号はもう配布キャラなんで、ぜひ取ってね、使っていただければと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。